数多くの映画やドラマに出演し、俳優としてその名が知られている鈴木信之だが、この世界への入り口となったのは、2010年の LDH ボーカルバトルオーディション2。劇団 EXILE を経て、そのキャリアを積み上げてきた今、ミツルを辞しての主演主題歌が決定した。バントマンは、犠牲バントのように誰かのチャンスを送り出すプロ野球選手の第二の人生を書く。 スポーツエンターテイメントドラマ。中日ドラゴンズと初タッグにも注目だ。主題歌、生涯ヒーローは、君に捧げる応援歌、が YouTube で2770万回もの再生数の叩き出している広島出身のシンガーソングライター、ヒッピーがプロデュースを担当。ギターを中心とした爽快なロックサウンドを従えながら、 歌詞やメロディーに熱い思いをぶつける鈴木伸之の歌声に多くのリスナーが勇気づけられること必至だ。「生涯ヒーロー」は10月13日に配信リリースされる「鈴木伸之コメント」「バントマン」の主題歌を担当させていただけることになりました主題歌は僕自身初めての経験であり夢の一つでした叶えてくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです 野球をテーマにした心が熱くなる作品を届けるにあたりヒッピーさんに楽曲制作をお願いしたいと思いそして快諾してくださいました。ヒッピーさんありがとうございます。不安やプレッシャーなど誰もが日常の中で感じる自分自身との葛藤を音楽で表現してくださいました。何よりドラマの脚本を読み、 ドラマに寄り添った楽曲をゼロから作り上げてくださったヒッピーさんの思いをどうか一人でも多くの方に聞いていただき届けたいと思っていますヒーローという大きな言葉は大それたことをなすわけではなく小さな日々の出来事に感謝できたり隣にいる誰かに対しての少しの気遣いの中に生まれると僕は感じていますそんなヒーローに誰もがなってほしい誰かにとって僕もそんなヒーローになりたい そう思えたらとても意味のある曲になれると思います。ドラマともども楽曲、生涯ヒーローを聴いていただけたら嬉しいです。